失礼いたしますご紹介いただきました大阪教育大学の木原ですまずもって研究成果報告書その内容等が優秀であると今表彰されました15校の皆様本当におめでとうございます心よりお祝い申し上げます皆様の,その努力が研究成果報告書に結びついたこと私たちのチームでそれを評価していきましたので その経緯等についてここで一言まず私の方から全体的なお話をし続きまして三人のメンバーから少しずつそれを掘り下げていただくということでこれからこの研究成果報告書の評価プロジェクトのことについてお話をしていきます冒頭の理事長のご挨拶にもありましたようにこの研究成果報告書を一般公のものですね評価していくという仕組みはこれまで その研究成果報告書いいものがあったんですけどなかなかこう一般の方の目に触れるということが少ないホームページでは公開されていたのですけれども今回のように非常にいいものを取り上げてですねそれをこのような冊子にしていくということ初めての試みかと思いますこれをぜひその周りの方々にもですねお示しいただいて皆さんの頑張りをより多くの方の 目にするようにしていただきたいと思います今ここに4人並んでいるんですけれどもこのようなメンバーでそのような評価の取り組みを進めてまいりました所属している大学も違いますしそれからちょっとずつ専門も異なるけれどもみんな教育実践にいろんな形で関与しているというバックボーンを持って皆様ま方の頑張りに接するということをやってまいりました 何をどう評価しようとしたのかということですけれどもこのブルーの冊子の1ページ目2ページ目にそれが記されていると思います。これは結局研究計画を申請なさった時それから実際に研究を進めておられる時そして成果物としての報告書多分一貫して言えることだというふうに思いますけれども一つ目はやっぱり実践的なアイデアが豊かであり豊富であると。 いいうことだとだ思います一つ一つ言う時間はないのですけれどもこれをお読みいただくとなるほどなと思える実践値がたくさん載っているというふうに思いますしそういうことを研究成果報告書にまとめてくださったことがやはり第一の評価ポイントであります。二つ目はそれれれを巧みに説得しておられるとといいうことであります言い換えれば 量的質的質データでもっててお取りり組みを説明しいいるととうことになります研究ですからただやったというだけじゃなくてそれがどのような成果をもたらしたのかあるいは何が課題として残っているのかということが読み手にも了解できるような説明の図式が取られているというそういう点が評価の第2番目のポイントということになります。 3つ目のポイントはパナソニック教育財団の姿勢そのものをこれは代表しているということになるかと思うんですけれどもお取り組みいただいた学校だけの,その知見に終わらずしてより多くの学校が同じようなことにトライアルできる自分の学校で翻訳して使えるそうした語り口があるということでありこれはもう端的には 問題解決の過程においてうまくいかなかったこともちゃんとですね述べておられると成功したことばっかりだとその通りやっても多分きっとフォローできないつまずきがあるということにちゃんと気をつけてやることで他の学校は参照しやすくなるとそういう考え方をこの評価メンバーは共有していましたのでこれを3つ目の評価ポイントに据えさせていただきました。 4つ目の評価ポイントは今度はその学校自体が次なるる展望をきちんとと抱いているといてう点であります一年度で単年度でですねこの一般研究女性は女性としては終わるのですけれども研究は終わりなき旅路ですから、まあ、子どものためにそして仲間のためにですね先生方が次の取り組みをちゃんと構想しておられるしそれが 決して夢物語ではなくてちゃんと現実にできそうだという感触が持てることこれを内容面5つ目は形式面でありましてその表現の工夫としてここに記されているようなですねあの点が非常にしっかりしているということで持って評価をさせていただきました。 この5つが今回15校選ばれているわけですけれども、全てがあるいはいくつかが非常に良かったということになります。結果として先ほどご紹介いただいた15校なんですけれども、公主様々です。地域も北は北海道から南は九州まで広がりを見せています。学校の規模だとか研究テーマとかですね、そういったことも非常に多様な、 その取り組みがピックアップされてきたわけでこれは私たちとして良かっっなといいう,うに思っています要するに実践研究の様々な形があっていいもちろんこういうことはきちんと守って進めていただきたいということがあるわけですけれどもそれを満たしているのであればいろんな形やアウトプットの出し方があっていいということをこの15項の成果報告書は力強く物語っているというふうに思います。 一つだけ内容面のですね一つ目研究内容活動の創意工夫について少しだけ掘り下げて私のパートを結びとしたいと思いますえ。途中で私そのなるほどなと思える実践地が語られているというふうにこの視点を説明したと思うのですけれどもそれはもう少し噛み砕くと4つ程度の大きな要素になるかと思います。一つ目はやはやりり組組織ととして取り組めて取めいると いうことでありますどんなに優れたものがあってもそれが1人いないしはごく限られた方々のものであるとすればやはりパナソニック教育財団がここで求めておられる実践研究の形ではちょっとないわけであって特に最優秀となりました和光中学校さん中学校ですから教科担任制を敷いておられるにもかかわらずさまざまな教科で志を同じくして 非常に豊かな取り組みを広げていらっしゃると思います後でご報告いただきます二つ目は学校課題に迫っているということでありますもちろん今その我が国の学校であれば共通に抱えている思考力判断力表現力の育成だとかそういうものもあるんですけどよくこの冊子の中身をご覧いただければきっとそう共感していただけるのですけれども やっぱり学校が異なる例えば先ほど言いました地域だとか規模だとかいろんなことが違うとその学校にとって必然性が高い解決すべき優先順位が高いっていう課題は異なるわけでありましてそういうことがきちんと考えられまた語られているということをもって創意工夫の2つ目としています3つ目そのための取り組み方。 もう一つ一つ言いませんけど、これを読んでいると非常になていうんでしょうかワクワクしてくるようなですねアプローチがたくさんあの示されているように思います。4つ目ですけれども研究ネットワークというキーワードをここで示したいというふうに思います。この実践研究女性にトライアルしておられるということ自体が研究をネットワーク的に 進めておられれるるとということになるわけけですけれども例えば周りの学校と例えば大学等の機関とチームプレーを繰り広げられることによって単独の学校だけではできないことにその取り組みを進めておられるということがいくつかの学校においては非常に顕著だというふうに思います。まだまだだたくさん あのお話ししたいことがあるのですけれども時間の制約があ,るありますものでまず最初に全体的な傾向としてですね確認できたことを私の方でお話をさせていただきましたあと少しずつ掘り下げていただきたいと思いますでは中山先生お願いしますありがとうございます、えー、続いて最優秀賞と優秀賞についての公表をいただきますでは中山先生お願いいたします、はい、失礼します あのご紹介いただきました東京工業大学中身でございます。私の方はその最優秀賞の長野市立若保中学校の事例について報告させていただきたいと思います。皆様、お手元の報告書にも詳細については既にまとめられているんですけども、も我々その評価メンバーがま評価した点についてご説明させていただきます。で、全体としてですね。 まず三点の点で優れているというふうに判断しましたまず一点目はその共同的な学びにおける ICT の活用の研究にその全校体制で取り組んでいる点ですでその先ほど木原先生からもご説明ありましたようにこれ全校体制で取り組むということは、まあ、簡単なようでなかなか大変なわけなんですけれどもその点をやっておられる点それから課題を明確に設定してそれを評価している点が非常に良いのではないか で3番目は先ほど木原先生からも何度も力説されましたように他校の参考となるその具体的な実践事例が分かりやすくその示されているという点で評価いたしました。で、えー、先ほど言いましたように和歌山中学校がですね全校体制で ICT を活用した共同学習の実践研究に取り組んでいるってことそれから学校としてですねその教育課題を明確にして 実践を行ってそれを評価しているってことはですねこれは非常に評価することだと思っていますであの単純にその、まあ、趣旨だけに限らずですねこれ,教育これは研究助成と言っているのは研究プロジェクトですから研究プロジェクトがですねあのそのうまくいくかいかないかこれは、まあ、プロジェクトマネージメントの問題ですねでこれがちゃんとうまくできているとそういう点でもこれは評価できる点ではないかと思っていますでなおかつその全方全工的に取り組んでいる点からですね 中学校の主要5教科,5教科にわたってそのタブレットの利用活用場面ですとかタブレットの活用方法生徒の様子といったような 3, 3つの観点で評価をされている点この点も非常にその教科横断という観点からですねあのかの,の学校の参考になるんではないかというふうに行いました。 でえー、さらに、えー、ご具体的なことについては後ほどご説明があるということですので、まあ、そこであの聞いていただければと思うんですけども例えばその生徒のです、ね、座席配置ですとか生徒同士が話し合う際のルールというのをですね全校レベルで設定されておられるようでして、えーまあ、そういった細かいところまであの生徒に対して指導されているという点でもあのなかなかあの。 総合共同学習を実施するということはよく言われるんですけどもそれを具体的にどうするのかっていう点が分かりにくい点があるわけですがそういった点もちゃんと示しておられるという点が評価できたと思います。で さらにまあそういったことをですね学校内でも先生方同士で共有するということをするために、まあ、全先生方が授業公開をされておられるということですとかそういったことを通して本当にその共同的な学びをするための課題ですとか共同的な学びを促す ICT 活用という点に焦点を当ててやっておられる点。 でこういった実践活動だけにとどまらずです、ね、生徒に対してその授業アンケートを実施するとかです、ね、標準学力テストを使ってその定量的な意味でのデータ解析をされまして本当に学力向上につながるような研究をされているという点でも評価が評価できる点だと思います。でプロジェクトで,です、ね、4つの成果目標を定めておられまして 学力が定着しづらい生徒に焦点を当てられまして授業で学ぶ姿勢を高めるためにはどうしたらいいのかあるいは学級や学年の生徒同士の人間関係をどうやって深めていくのか基礎的学力の定着分かる生徒の数っていうのを増やしていくっていうことをですね設定してですねその目標がどのように達成されているかということについて具体的にこう検証されているとこういった点も評価できる点だと思います。 で報告書の中にはですね先ほど言いましたように主要語教科国語・社会数学・理科英語それぞれの教科の特性があるわけですがそういった中での実践事例をご紹介いただきまして ICT 活用についてですね共通するようなあの3つの観点タブレットの活用場面ですとかタブレットの利用方法 それから生徒の様子という3つの観点で評価されている点でもほで他の皆様の参考になるんではないかという点で評価させていただきました。 でこのように和歌子中学校の実践研究というのが学校全体の教育力向上につながっているとともにです、ね、その継続性や発展性に耐けているというふうに評価いたしましたで私は専門員の一人としてです、ね、これまでの和歌子中学校の実践につきまして敬意を表すとともにです、ね、今後の継続的な活動をご期待するとともに最優秀賞の受賞をお祝いしたいと思います。 本日はおめでとうございました。続いてそれでははい、中部先生ありがとうございます。では続きますが島田先生よりご公表いただきますのでお願いいたします。 高知大学の島田ですどうぞよろしくお願いいたします私の方からは優秀校そのうち小学校2校について簡単にコメントをさせていただきたいというふうに思いますまず札幌市立豚天北小学校では先ほども研究課題がアナウンスされておりましたけれども授業のユニバーサルデザイン化を目指す ICT 活用ということで取り組みを進めてこられましたまず授業児童全員がです、ね、参加できる 授業づくりというあのテーマ設定がま非常にあのお取り組みの中で特徴的であるというふうに感じております。でまたどうしてじゃそういう研究課題に取り組むことにを決められたのかということについて報告書の一番最初の部分研究の背景の部分で学力に関する調査結果などにもこう言及をされながらなぜこの実践が必要なのかということが非常にこう説得的に に述べられておりますですのであなるほどこの学校ではこうした実践が非常に必要性が高くて取り組みを進めてこられたんだなということが報告書から非常によく分かるということがまず評価されるというふうに考えております。でそうした研究の背景のもとでその課題を解決していくというふうなための方法として ICT を活用して授業のユニバーサルデザイン化に取り組んでおられるということ。 になります。で、その中でま取り組んでこられたことについては、写真などもあこう豊富にですねあの載せていただいて、非常に他の学校にとって参考にできる事例というのがたくさん報告されております。この点についてもあの他校の参考になるという点で非常にあの評価できるというふうに考えました。 でえっと、その時にこう具体的にこう実践についてもあの詳しく述べていただいているんですけれどもそれだけではなくて例えばタブレットを導入した時に授業あ児童に向けてどのようなこうルールを設定してそれをあの実践してこられたのかというようなまあ細かな部分についても報告書の中に書いてくださっています。ですので今後ですすの今後ね あのタブレットを導入しようというふうに考えておられる学校の取り組みにとっても非常に参考になるのではないかというふうに思いますでこうしたその取り組みの成果ということについてあのエビデンスをもとにこうきちんと示してくださっていますでとりわけこう児童への学習アンケート五年間の結果というものをに言及されながら 同行におけるその研究の成果というものが非常にこうきちんと整理されているという点ですね、えー、とこう最初を同行でのえとまあ実践の必要性を感じつつ読み進めていてそしてこう研究の成果まで非常にもうスムーズにあの読ませていただきました。でまたさまざまな実践についてここでご紹介いただいているんですけれどもそれだけではなくてそれがえー まあ授業デザインとの関連でいつどんな場面ではどの授業デザインと結びついていくのかということについても非常にクリアに整理されておりましてあなるほどと非常にこう説得感が高いあの報告書になっているというふうに思いますで次に大崎市立鬼神戸小学校です研究課題として複式学級に適した ICT 学習環境の構築と授業モデルの開発ということで完全複式 学級の壁地小規模校であるというふうな実態やそこから導き出された課題に対する取り組みということが多岐にわたって具体的に示されていますその中で特徴的なお取り組みの一つが鬼神戸式学習サイクルというものかと思いますこの中では児童にはどのような力をつけたいのかまたその力がついた児童の姿というのは具体的にどのような姿なのか またそれを実現していくためにはどのように ICT を活用していけばいいのかということが非常に体系的にそしてクリアに整理されているという点が非常に高く評価されました。 で例えばこう児童につけたい力ということで課題を捉える力ということがこう設定されているんですけれどもそのことについても具体的にはどのような姿なのかまたどのように ICT 活用すればそれが実現するのかということが具体的に示されていました。それから 複式におけるまあ授業ということで渡りそしてずらしのパターンについても4つ示されていますでまたえそれをまあ実現していくための教室のレイアウトということについてもえ報告書の中で図示していただいていますこうした点についてもまあ他校におけるえとまあ非常にまあ参考になる報告書になっているというふうに思います。 でえっと、まあ報告書の中ではまさに、えっと、まあこうしたその、まあ、単元や授業モデルというものを構築してこられたプロセスとまた報告書そのものがですね福祉のの授業が初めての先生でもこう分かりやすく実践することができるというふうなことが中にもこう記述されているんですけれどもまさにそういう他の学校にとってのこう道しるべになるような報告書を書いてくださっているというふうに考えています。 以上私の方からは2校の公表です本当におめでとうございましたそうしましたら次森田先生お願いしますはい下田先生ありがとうございましたでは引き続いて森田先生よろしくお願いいたしますはい、ご紹介預かりました早稲田大学の森田ですよろしくお願いいたします私の方からはですね2件報告をさせていただきます1件目は小学校の報告です えこちらはあの鹿児島県の音楽教育 ICT 研究グループによる実践でございます。えー、この研究の評価された点はまず最初に、え。ー 問題は何なのかというところをきちんと評価を調査をしてですね明らかにしているというところです音楽科という ICT が活用しにくいと思われている部分分野ですね教科について79校の学校を対象にまず調査を行ったということですこうした中で一体問題は何なのかということを明らかにしそこから実践の研究に入っているというところが非常に研究として仮説を形成し実際に問題を解決するというプロセスが明確になっていたと。 いう,ふうに思われますでこのプロジェクトにおかれましては特にタブレット PC や電子黒板を活用して行うということで音の出る拡大楽譜それから音源と楽譜が一体化したタブレット画面歌詞と音源が一体化したスライドの3つを主に開発し実践を行っております。それぞれぞの 開発されたその画面のスクリーンショットもありまして一体どういったことがどういったものが開発されてどういったものを授業に活用したのかということが明確に報告書に述べられております。でさらに実践のところなんですけれども ICT を用いた授業と用いない授業と2つ設定をしまして比較をしているという点が今回の実践の中で非常に際立ってよかったのではないかと思います。 こ、えーまあ、このところの部分で、えーまあ、質的な形での評価の結果が掲載されておりますけれども特に ICT を音楽に活用するという点でさまざまな学校に普及することが可能なレベルでの報告になっていると判断しまして受賞の対象となったということです。えー、続きましてもう一件 こちらは高等学校の事例になります。福島県あ失礼しました。福島県立相馬農業高等学校です。こちらも先ほどと同様にまず生徒に対する意識調査を実施しておりまして問題を明確にしております。問題というのはまあ、こちらの農業高校がちょうど。 報告書にももありますけれども福島第一原発の2 5キロに位置するということそれから農場が離れていましてそこに行くと行かなければ実習ができないというまあ環境における問題ですこの問題をどういうふうに解決するのかというところに ICT を活用したということで非常にその問題意識がはっきりしていてさらに ICT の効果というものが検証されやすいということで研究に進められたという点が評価されております。 えまあ報告書をご覧になっていただけるとおりさまざまな活動場面の写真等が明確記載されておりましてさらにデータ等も明確に述べられているこれによりまして報告書全体が研究としての成果を他校に配信するにあたり参考になるというふうに評価されました、えー、そうですね この点につきまして高等学校であるという点とそれから農業高校であるという点はあ,のある意味普及の場合にどこを参考にしたらよいのかという疑問をお持ちの先生もいらっしゃるかもしれません。この場合は理科による定点観測という技術にもちろん応用可能であるというふうに判断しております。 様々な分野で例えばですけれども一定期間観察をする遠隔地からの画像を伝送するこういったものが授業の中で使えるそういったヒントになるのではないかそれが普及の一番のポイントになるというふうに評価されまして評価の対象となりまました以上2項のととなります受賞おめでとうございました。